騎士道物語とは中世ヨーロッパに発展した文学のジャンルで騎士道をテーマとする因文及び三文の物語。宮廷文学、ロマンス、騎士道ロマンス、騎士文学、騎士道小説とも言われる。騎士の武勲や恋愛を取り上げている。11世紀頃からフランスを中心に発達し、銀遊詩人により歌われた武勲詩が発展したものである。初期は、 陰文作品のみだが、後期には三文作品も作られた。それまでのラテン語ではなく、フランス語、スペイン語などのロマンス書語で書かれたという点も重要である。つまり重々もしさのない言葉で語られた。後に恋愛小説を意味することになる、ロマンスの走りとなる。本来は、騎士の無者修行について書かれた物語であるが、典型的なストーリーは、騎士が見知らぬ土地を冒険し、 美しい貴婦人のために、住民たちを苦しめる強大な敵を倒しように、認められるというもので、ヒロイックファンタジーや恋愛小説の原型といえる。騎士道物語は16世紀までに再生となりその後、下火となる。17世紀、セルバンテスによる騎士道物語をパロディにした大作、ドン・キホーテが活気となり、スペイン文学の古典となった。 なお作中ドンキホーテが愛読する作品はティランド・ブランである。現代まで騎手道物語とよく似た主題あるいは筋書きは映画、漫画、ロールプレイングゲームに形を変え展開されている。ありがとうございます。